やりたいこと探しをする際に陥りがちな5つの間違いを取り除いておきたい。最初の間違いは、やりたいことは一生続けられることでなければいけないと考えることだ。多くの人が100歳まで生きると言われ、社会の変化のスピードが上がっている中、一つのことに一生固執するのはむしろ危険だ。やりたいことは今一番やりたいことで良いのだ。次の間違いは、やりたいことを見つけた時には運命的な感覚があるというものだ。やりたいことは試行錯誤して育てていくものであって、天から与えられるようなものではない。やりたいことを見つけても最初は興味レベルなのだと知っておこう。3つ目の間違いは、人のためになることでないといけないということだ。自分を殺して人のために頑張ろうとするのは単なる自己犠牲である。自分のやりたいことを続けていれば、それが結果として人のためになるのだ。4つ目の間違いは、見つけるにはたくさん行動するしかないということである。やりたいことがわからないのは、多すぎる選択肢から選ぶ力がないということだ。そこに選択肢をさらに増やすような行動をしても余計に混乱してしまう。やりたいことを見つけるには自己理解するしかないのだ。最後の間違いは、やりたいことが仕事にならないという考えだ。やりたいことの実現手段は、やりたいことを探している段階で考える必要はない。やりたいことは自分の中にあるものだが、実現手段は自分の外側、社会の中にあふれている。実現手段を考えるのはもっと先の話だ。この5つの誤解が解けたならば、次はいよいよやりたいこと探しだ。著者が提唱する自己理解メソッドは、好きなこと、得意なこと、大事なことの3つを重要な柱として据えている。著者の定義するやりたいこととは、好きなことを得意なやり方でやることだ。好きなこととは、自分が興味を持っていて、もっと知りたいと感じる情熱がある分野のことを指す。またここで言う得意なこととは、自然と人よりもうまくできてしまう才能のことだ。これは英語やプログラミングなど後天的に習得できるスキル、技術のことではない。例えばリスクを考えられる、人の気持ちを考えられるといった、自分にとっては自然にできるようなことで、どんな仕事でも使えるのが才能であり、得意なことだ。よく好きなことを仕事にした方が良いと言われることがあるが、好きなことだけを基準に仕事を決めるのは危険である。例えば本が好きだからといって本屋の仕事が好きだとは限らない。やりたいことを考えるときは、具体的な仕事内容も自分に合っているかを見極めなければならない。例えば著者の場合は、自己理解が好きなことであり、体系立てて伝えることが得意なことだ。だから著者のやりたいことは、自己理解を体系立てて伝えることになる。これが本書のやりたいことの定義だ。やりたいことに大事なことを掛け合わせると、一段上の本当にやりたいことになる。ここでの大事なこととは、働き方を決める上で最も重要になる価値観のことだ。自由に生きたい、人に優しく生きたいといったことがこれにあたる。やりたいことで示した行動だけでなく、価値観といった状態も合わさって初めて本当にやりたいことになるのだ。なぜ仕事をするのかと聞かれた時に、大事なことが答えになる。著者であったら、人生に夢中になりたいし、なってほしいからだと答える。3要素を組み合わせると、人生に夢中になってほしいから、自己理解を体系立てて人に伝えるのが著者の本当にやりたいことだ。これらの3つの要素を明確にしておけば、就職、転職活動でも何を軸に考えれば良いかやりやすくなり、面接でも根拠を持って受け答えができるようになる。なぜこの業界なのかには、好きなこと、どうやってこの仕事で成果を出すのかには得意なこと、なぜこの会社なのかには大事なことで答えることができる。自己理解メソッドを実行に移すにあたっては、3つのルールがある。最初のルールは、好きなことで生きるは間違いということだ。好きなことはあくまで仕事の目的を実現するための手段であり、最終的な目的ではない。例えば飲食店を経営している人にとって、料理は来てくれる人を健康にしたり、居心地の良さを感じてもらったりするための手段である。自己満足な料理ではお客さんに価値を与えることはできない。また変化の大きい時代に手段にばかり固執してしまっては、その事業が立ち行かなくなった時に途方に暮れてしまうことになる。飲食店の経営が苦しくなった時、料理という手段にこだわらなければ、目的を実現するための別の手段を選ぶことができるはずだ。まずは大事なことから生まれる仕事の目的を最初に見つけることが重要だ。次のルールは、好きなことの前に得意なことから見つけることだ。やりたいことを考えるときに、お金がない、仕事にならないといった思考のブレーキを外すことは難しい。そこでおすすめなのが、まず得意なことから考えるということだ。
どんな状況でも使える自分の長所が明確になれば、思考のブレーキが外れ、やりたいことも見つかりやすくなる。最後のルールは、細かい実現手段は考えてはいけない。ブログを書く、どの会社に転職するかなど、実現手段を考えるのは本当にやりたいことが見つかった後だ。目的地が決まれば最適な移動手段が決まるように、本当にやりたいことが決まれば実現の手段もおのずと定まる。実行の手段は最初から考える必要はないし、また変えていっても良いものだ。自分と他人どちらにとっても価値がある状態であることが良い仕事の条件だ。そんな時、最も重要になるのは大事なこと、価値観だ。価値観は目標と混同されやすい。価値観が方向を指し示すものであるのに対し、目標は自分が進む距離を決めるものだ。価値観を意識せずに目標を立ててしまうと、目標に対してモチベーションを感じることができなくなる。人生の目的地を明確にして、目標はその途中にあるチェックポイントだと捉えよう。価値観に正解はない。人から共感を得られなくても、自分がこう生きたいと思えるものであれば、それはあなたの本物の価値観だ。人はこう生きるべきと、親や社会から刷り込まれた偽物の価値観を自分のものだと勘違いしていることがある。著者のクライアントには、もっと成長しないとダメだと言われ続けてきた人がいた。その人は成長できる仕事を探して、辛くても成長という価値観に沿って歯を食いしばってきた。しかし、それは本人が心から感じている価値観ではなかった。そのことに気づいてから、その人は発見が自分の本物の価値観であることにたどり着くことができた。自分の価値観が分かってきたら、一つ一つに、これは何々したい？これは何々べき？と問いかけてみよう。何々べき、何々しなきゃという言葉が出てきたら、それは他人からの期待である。何々したいと思えるようなものがあなたの本物の価値観だ。得意なこととはあなたの癖のようなものだ。それ自体では良いも悪いもないが、捉え方によっては長所にも短所にもなり得る。例えば、物事に慎重に取り組むという才能は、ミスのない作業を求められる仕事では長所だが、スピードを求められる仕事では短所になり得る。重要なのは、自分の才能をどうしたら長所として発揮することができるのかを理解することだ。短所をなくそうと努力するのではなく、別の視点から見てどのような長所になるかを考えてみよう。著者の場合は、人と長時間一緒にいると消耗して疲れるという才能をずっと短所だと捉えていた。これを一人で物事に没頭できるという長所に捉え直したからこそ、著者はブログを書き、本を出すことができたのである。もし著者が自分の短所を克服しようと、人の輪の中でニコニコしている自分を目指していたら、著者の長所は埋没してしまっていたことだろう。苦手なことを克服しようという努力は自己否定を加速させてしまう。人の才能に優劣はないのだから、自分の持っている得意なことをうまく利用できるようになった方が良い。あなたの短所はだからこそと考えれば一瞬で長所になる。人見知りだからと言い訳を探すのではなく、人見知りだからこそと長所を探すのだ。自分を変える努力をするのではなく、自分を生かす努力をしていこう。あなたは将来のためと漠然と役に立ちそうな勉強をしようとした経験はないだろうか。これはやりたいことを見つけるのを先延ばしにして迷走している状態だ。将来の可能性の中に生きるのはもうやめにしよう。あなたが最も成長するのは、あなたが本当にやりたいことに本気で向き合っている時だ。だからやりたいことを今すぐに決めてしまった方が良い。やりたいことは仮決めで構わない。大事なのは、仮説を立てて行動しながら、よりしっくりくる本当のやりたいことへとブラッシュアップしていくことだ。これはやりたいことを見つけるために闇雲に行動することとは全く異なる。やりたいことは好きと得意がぴったり合うことが理想であるが、いきなりこの2つがカチッとはまることは滅多にない。あなたの本当のやりたいことの叩き台となる仮説を立て、その上で試行錯誤しながら修正し、どんどん本当のやりたいことに近づけていく必要がある。著者は、一番楽しいのは自己理解を終えた後の人生だと断言する。あなたのポテンシャルは、本当にやりたいことに夢中になることで解放される。自己理解を終わらせて、やりたいことに夢中になって生き始めよう。